さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はご自宅で下半身を鍛える種目でですね、リバースランジという種目をご紹介していきます。このリバースランジなんですけども、まあ、下半身全体鍛えられるんですが、どちらかというとお尻とかハムストリング、足の裏側の筋肉がメインになってきます、まあ、なのでシェイプアップしたい女性の方にもおすすめですし、男性の方でも腰痛の予防改善にね、やっぱりお尻とかハムストリングを鍛えると非常に効果的ですので、ぜひやっていただきたいトレーニングでございます。早速やり方を解説していきます。で、まあ、まずね、気をつけの姿勢作っていただいて、足幅は、まあ、下半身のトレーニング全てに共通しているんですけど、腰骨の真下から、まあ、肩幅ぐらいの間でやりやすい足幅を選んでください。つま先は両方まっすぐ正面を向けておいてですね、では胸の前で組んでいただくか、おすすめはですね、前へ習えみたいな感じで、まっすぐ前に両手を突き出していただく。両手がしっかりね、地面と水平の状態を保てるように意識をしながら、胸を張って足をね、後ろに組み出して、後ろに組み出した足の膝が地面につくまでぐらいまでね、まあ地面に必ずつく必要はないんですけども、地面につくぐらいまでしっかりしゃがんでいただいて、気をつけの姿勢に戻る。という感じでやっていきます。横から見るとですね、コツとしてはしっかりお腹に力を入れて姿勢をキープすることですね。お腹から力が抜けると上半身がぶれやすくなって、しゃがんだ時に手が、ね、落ちてしまったりとか、逆に上がってくる時にね、ここから手が上がってしまったりとかいう感じで上半身がぶれやすくなってしまうので、しっかりお腹に力を入れながら動作を行っていただくということと、動かさない方の足のかかと側に重心を置いて動作を行っていただくということですね。どうしてもつま先が、まあ、母子球の側に重心が乗ってしまうと、前ももに、ね、負荷が乗りやすくなってしまいます。前もも、大腿四頭筋を鍛えたい方はそれでもいいんですけども、お尻とハムストリングを鍛えていきたい方はかかと側に重心を置いていただいて、かかとでグッと床を押して立ち上がる。この足を下げてしゃがんでいくときも、かかと側でしっかり体重を支えながらしゃがんでいくと。で、かかとで押して立ち上がるということを、ね、意識しながらやってみてください。今回は自重でお尻とかね、ハムストリングを中心に下半身を鍛えるトレーニング、リバースランジのやり方をご紹介させていただきました。ぜひね、ご自宅でチャレンジしていただければと思います。他にも知りたい種目があれば、ぜひね、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。